はい、えー、回始めます。す。月日日木曜日入ったとところですうーんとね、さっきね、ヤフーニュース特集のところ長文でね、あのー、長文は大変なのよ、深い話、ね、で、今回、ダイヤモンドオンライン、これも深い話なのよ、で、今回はさっきのより難しい、ね、さっきのは男性の性機能の話だけど、あのー、こっちの方うがとっても難しいけどね、ただちょっとやっぱりあのいいこと書いてあるから。 私もよく感じるこれはうんことなんで一応取り上げましたえー、とちゃんとマイク拾ってるかな「ダイヤモンドオンライン」「できないやつほど自信過剰になるのはなぜ?」とあるねできないやつほど自信過剰なんですよこれなぜなのか本当に誰しもが把握できない自己認識の限界っていうことでまあまあまあね 誰しもね自分を理解する自己認識これ限界あるんだってことねまあこれ私もよく言うけどまあねみんな何でも自信なんて特に今の人今の人って難しいけど現代人多いよね10代でも20代でも自信過剰、ね、30代40代でも自信過剰50代60代70代でも自信過剰で。 あの老害になってる人いるよね、カスハラとかそうだよね、コンビニ店員とかタクシードライバーとかに向かって、上から目線でガー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 言ってくる人、あと会社とかでもいるよね、私が分かってるんだ、私が一番なんだ、私ができるんだっつって、偉そうにしてるおつぼね風の女性とかいっぱいいるよね、本当、威張ってるやつ、パワハラ、モンスター。もう、自分のことが認識できてないんだからっていうことね。うん 何その地震どっから湧いてくるのっていうあの私の近くにも私の周りにもいっぱいいるこれ本当に常にいるうん本当にできないやつほど地震過剰なのはなぜ誰しもが把握できない自己認識の限界っていうことでこのタイトルこれだけで私も言っちゃいそうだねはい「ダイヤモンドオンライン」あのー、食いつきただこれね長文でしかも分かりにくいんでこれもう哲学的な話になっちゃってるから うん、このタイトルは非常にいいんだけど読み出したらすげえ難しい小難しい説明もできないよ私が理解できないんだからっていうことでほとんど私の解釈でいきますこれ <laughs> 勝手に多分ダイヤモンドオンラインのこの記事とちょっと内容変わってくると思うよ私の説明これ哲学だもの無知の知とか言ってんだから無知の知無知の無知とか言ってんだからすげえ難しいよこれうんまあちょっとだけ触ると ダニングクルーガー効果メタ認知能力の欠如とも言えるものだがしかしそれは何も未熟な人だけに限って話ではないというでこの出だしから始、ま「出だしからおいおい」っていうねなんだよダニダニング・クルーガー効果って「おいおい」っていう「いいよこんなの難しいよ」っていうことね、うんまあ、ちなみにできないものほど自己評価が高いっていうのがダニング・クルーガー・グルーガー効果っていうらしいですよ。 できないものほど自己評価が高い。これあるね。ある。<laughs> ほんといるよ。いっぱいいるよ。できないものほど自己評価が高い。うん、人間の生活正確な自己認識の限界に迫るっていうことですね。はいはい。無知は罪なりという言葉があるから始まってこれも哲学いきなりソクラテスが言った言葉から始まってからソクラテスから始まってもっていうもうでねうん未熟かつ無知。 とかなんとかダニンググルーガー効果ねあのできないやつほど自己評価が高い <laughs> できないものほど自己評価が高いダニンググルーガー効果、うん、能力の低い人は単に能力が低いだけではなく自分の能力がどの程度であるかについて把握する能力も低い <laughs> いやいやいいね痛快だね自分の能力について のメタ認知能力が低いので自分を的確に把握することができないというわけであるっていうねこの学術的な表現いいね本当にバカに向かって言ってやりたいね能力の低い人は単に能力が低いだけでなく自分の能力がどの程度であるかについて把握する能力も低い自分の能力についてメタ認知能力が低いので自分を的確に把握することができないというわけである。 <laughs> はい、いきます自信過剰になることは時にはメリットをもたらすということでそうたあのスポーツ選手なんかそうだよねスポーツ選手なんか例えば自分より世界ランクが数段上だと、ね、世界ランク56位の人が、ね、2位の人と戦うこれはこの時に、ね、自己評価低くしていやどうせ私世界ランク2だよ相手はナダルだよ勝てこないよって言うんじゃ勝てないから。 勝てないからスポーツ選手なんかメンタルね思いっきりあの自己評価高めて勝てるんだと勝てるんだとあのボクシングのね始まる前のあのにらみ合いみたいなもんですよ絶対勝ったるぜお前ぶちのめしてやるぜみたいな、うん、あれは特に必要なんだけどああいうのは、うん、自信過剰っていうのもあの時にはいいことあるっていうねことこれ大事、うん、なんだけど何度だけどもそればっかりだとおバカさんだよっていうことだよねうん。 あの本当に,にいきなりにらみににあってねあの試合前のマイクパフォーマンスでねボッコボコにしてやるって言って10秒ぐらいでノッカーと食らう人とかいるもんねたまにね本当にまあまあそれはそれでいいんだけどスポーツ選手とかは特にねあの勝負の世界に生きる人たちの間ではあの地震過剰になることは時にはメリットがあるっていうねあの広島のね抑えで津田恒見っていたね 広島市民球場につ津田プレートっていうのあると思うけどあの選手なんか私大好きよあの本当は自信ないんだよ本当はあのー、自信ないんだけどもうそれを押し隠してね恐怖を押し隠していや勝てると抑えられるともう強気一辺倒よ自信満々よパッと見はでガン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 津田恒美見抑えねえバッタバッタと三振とかに切って取ったあの男実は。 実はメンタルね意外になんか,弱か自信なかったのかなみたいなことをその裏を知っちゃうと余計につだつねみかっこいいよねっていう感じでね自信過剰っていうのもいいんだけどもまあまあまあだからこのバランスだよねこのように自分の能力に対して楽観的で自信のある人は、えー、生きる力を持っているこの生きる力が最高の正解と導いてくれることがあると。 自信過剰になると、一方では努力を怠り、成果を得ることができなくなると、ね。一方、自信過剰になると努力を怠るといんこともあるんで、地、ま、震、あ、過剰っていうのはいい面もあるけども悪い面もあるよっていうことだね。これ、うんはい、人間は能力に関係なく、普段は自信過剰に陥りが,な陥りがちということです。ね、能力に関係が なくそうあのねどんなに頭悪いまあ言っちゃ悪いけど学力の低い人でも偏差値の低い人でもあの人間力の低い人でも自信過剰になりがちなのよ人間っていうのは本当にうんあにいい時は、ね、いいんだよあの自分が幸運期でねあの何やったっていいんだから人生調子いい時っていうのはそういう時この自信過剰とかね自信満々っていうのはいいんだけど 人間やっぱ試される時っていうのは下り坂とか逆境の時だよねその時こそ人間の本質っていうのが試されるっていうことだと思うよあはし折ったはし折ったら終わった <laughs> 何も言ってないんじゃないか私ねうんあのー、そう人間は能力に関係なく普段は自信過剰に陥りがちうん能力の低い人たちの方が能力の高い人たちよりも 自分の点数を的確に予測していることである。あちょっとまあ難しいや、もういいや、これ全部端折って。ね。はい、あの、私もね、これ経験談から言うと、うん、あのね、本当、なんていうのかな、あの、みんな、うん、私もいろんな人会ってきたけど、もうほぼほぼみんな全員、男も女も、老いも若きも、うん。 みんな自分が正しいと思ってるねね今時の人は、ね、本当にあの学校とかまあ例えば私営業の会社とかいたけど営業の世界とかね、うん、あと学校とかの学力とかね、うん、あとスポーツテストとかそうやって点数化できるもの、うん、だとやっぱりランク私そういうのをはっきり、うん、出る方が好きなのね私は、うん、あの学力とかも出るよ、うん、あの全国順位とかね全国百110何万人中私何ね 何万,何万メートル6千何百万メートルとかね一1万何千人メートルとかそっちの方が割と客観的に出てうれしいうんあとスポーツテストでもあの例えば100メートルとか500メートルとか走り幅跳びとか測った時にあ自分はここに位置するんだなっていうのを客観的にできるわかるただ社会に出るとみんな途端に自信過剰になるんですよ尺度がもうなくなるからすっとみんな自分のねあの尺度で尺度で なんだか知らないけど自分の尺度で測るんだけど自分の尺度では自分が一番偉いみたいなね自分が一番できるみたいになっちゃうんですよ社会それがパワハラモラハラ、ね、セクハラ何,や何ハラの温床になってると思うよ、うん、あ,のあと会社とかになるとあのやたら肩書き気にする人ね、うん、私主任なんだから私リーダーなんだからなんで私の言うことを聞けないのぐらいのことで、うん、なるのよ、うん ね、あの頭はバカだけど成績は悪いけど私はこの中ではリーダーなのよみたいなね、うん、やたらね社会に出るとねその肩書きでだからやたら本当は自信ないんだけど自信あるように振る舞うのねでパモラハラ気質になっちゃうのパワハラ気質になっちゃうの今までそんな肩書きなんか得たことないからうれしくてしょうがないからしがみつくんだよそういう人は絶対やめないんであのできない人ほど組織で残っていっておつぼね化していくっていうね。 あの本当に職場を腐らせる人間になっていくっていうのは私は至るところで見ているね、これは。うんはい、本当あの社会に出てからは本当物差しなくなるから逆に物差しない方が都合がいい人がいいいんだよねいるんですよ、うん、これが厄介なの、世の中ではできないやつほど自信過剰になるのはなぜってこういうことよ、私に言わせること、うん、できないやつほど数値化されると困るってことよ。うん 本当に数値化されると自分ができないことをはっきりしちゃうから。うん、だから数値化されない世界。うん、あの仕事でもいろいろある。営業の世界なんてでも数,数値化されちゃうんですよ。うん、だから、あのー、数字の伸びない人、あのー、成績の悪い人っていうのは小っちゃくなってると。そういう人はパ,ラパワハラとかモラハラとかはあんまりやらない。うん、困っちゃうのが数値化されない仕事の人たち、うん。これが困っちゃう。この人、この職場はね、本当に 腐った人間多いよ本当にうんあに。ということですねまあまあいいこと書いてあったよこれ、うんあの。あと誰しもが把握できない自己認識の限界ってことで人のことはよく見えるのよ、うん、特にオバタリアン人のことはよく見える自分全然見えてないオバタリアンいるねお前ちょっと鏡手鏡持ってこいよっていうやつよ、うん、自分の姿自分の言動見てみろよってやつ。うん 全然自分のこと見てないけど周りのことばっかりねああやこうやずっともう1年中365日ああだこうだよく喋るよバタリアンは。っていう人よ私もよく喋るけどはいねあの思いっきりこの「ダイヤモンドオンライン」ねあの解釈しましただって難しいんだものこれソクラテスから始まってからえ未熟かつ未知無知とかね無知の知で無知の無知までいっちゃって。 もう難しいんだこれ本当に哲学入ってっから、まあ、て私も哲学分かるんだけど話せるんだけどこういう場でしゃべる、ね、誰かに何か伝えるっていうのは難しいんだよね哲学、うん、やっぱ文章なのよ文じゃないと、うん、言葉ではちょっと難しいよこれということでおっちゃんの一人しゃべりでしたね毎回だけど、はい、ねまあまあまああの自信過剰も時にはいいよと、うん、時と場合にはいいけどあのー 自信過剰はね時とすればあの何カスハラとかモラハラにもなるしあとできないやつほど自信過剰になるっていうこれも定説です、うん、ありますはい、ね、あと自己認識ね自分のこと、ね、人のことはいいよと自分をもっと見つめろよと、うん、お前人のことはああだこうで言ってっけど自分のこと分かってんのってこと、うん、それは私もよく思うはい私も自分自身のこと思うけどよく分かんないもんね自分のこと私いまだに、うん、50年経っても 三千とび20回終わりたいと思います。ダイヤモンドオンライン。私は面白い記事だったと思う。はい、チャンネル登録、高評価、お願いします失礼します。